ございます、泉ひなです。まだ顔がちょっと何も触ってない状態で、ほんとテカテカな状態なのですいません。今日はですね、ディズニーシーに行くので、ディズニーシーに行く前の、ゲットレディウィズミーをしていきたいなと思います。で、今日はパーク内で耳をつけるんですけど、その耳をね、もう家から持っていくんで、このね、ミッキーの耳ピンよパッチンよ家からつけていきたいなと思っております。まあ、家からっていうかパークに着いてからつけるんですけど、ちょっと気分を上げるために今つけます。よいしょ。なんか今はね、すごいおかしい絵面なんですけど、今からメイクをしていきます。よいしょ。じゃあまずコンタクト入れます。じゃあコンタクト入ったので、まずはこのテカテカの顔のティッシュオフをします。今まだ6時台でめっちゃ眠いです。眠い。でもちょっとまだチケット買ってないので早めに行きます。じゃあ化粧水で保湿します。まあ保湿はね、やっぱりしっかりします。じゃあ洗顔代わりに拭き取り化粧水で顔の汚れを取っていきます。これはアルコールが入ってるので、もしね欲しい方は、まあアルコール無理な方はアルコールフリーも売ってるみたいです。拭き取りをやるだけですごく顔がスッキリするのでおすすめです。今日は一日中外にいる予定なので、日焼け防止にスキン薬はトーンアップ UV エッセンスを使います。これは塗るだけでちょっとね、顔がトーンアップしてくれる紫がかった日焼け止めなのですごくおすすめです。ちなみにこれは首とか体にも塗る予定です。これはワンプッシュ、顔に5点置きして使います。これはすごいね、保湿成分がたっぷりなので使うだけですごく肌がもっちりします。で、今日は最近あったかいし、一日中歩くから崩れやすいと思うから、セザンヌの皮脂テカリ防止下地のライトブルーを使います。これは T ゾーンにだけ上から重ねる感じですね。あとはほうれい線も若干塗って伸ばして、まあ、ポール&ジョーだとね、保湿されちゃう分やっぱり崩れ方は綺麗なんだけど、やっぱ崩れやすくはなっちゃうから、まあ、崩れやすいわけじゃないけど、まあでも崩れにくさをちょっと足します。はい、そしたらファンデーションにはクリオキルカバーグロークッション、この前動画で紹介したやつを使います。5点置きして伸ばしていきます。これは本当にね、クッションの割にすごく薄付きで、でもカバー力があって崩れにくくて、でしっかりツヤも出るという本当に素晴らしい商品だと思います。じゃあ顔はだいたいファンデーションはついたので、次にジョンソン&ジョンソンのベビーパウダーを上からふるいます。基本的にはおでこ、鼻、あと目の下、あとほうれい線のところが中心で、ほっぺたはあんまりつけないようにします。で、おでこはめちゃくちゃつけます。まず、まあ、ここは本当に一番崩れやすい上に前髪で隠れるので、そんなにね、結構粉っぽくてもわからないんじゃないかなと思います。こうやって上向いて、こうやって目の下をつけて、あとはこのほうれい線にね、シワが寄らないように、ほうれい線にも上からします。じゃあアイブロウはエクセルパウダー&ペンシルアイブロウ EX の PD05 番を使います。まあ、眉毛はね、私はあんまり気分によって形を変えたりはしないので、年がら年中同じ形を作っております。じゃあこれだと髪色にはね、眉毛の色は合ってるんですけど、濃すぎるので眉頭だけ薄くするために、キスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウ03番のアッシュブラウンを使います。眉頭だけ薄くしたいので、眉頭だけマスカラをします。今日の口紅はディオールアディクトラッカープランプ758番を使っていきたいと思います。で、まずは唇の内側だけ塗っていきます。で、そしたら指で外側に伸ばしてぼかしていきます。はい、
そしたらね、こうがっつりラインの入った唇じゃなくなったので可愛いと思います。でかなりね、赤オレンジレッドって感じがすごく発色が良くて可愛いと思います。はい、そしたらアイシャドウにはケイトブラウンシェードアイズ N の BR4 番を使います。上真ん中の色をアイホール全体に伸ばします。ではただ発色が濃いので境目をぼかすように入れます。そしたら上から左下のオレンジを重ねます。これもかなり発色が良いですね。指でぼかします。じゃあ右上の濃いブラウンを目尻に入れます。で涙袋には真ん中、上真ん中の色を薄く取って、本当に薄く取って入れます。結構暗い色を涙袋に入れることによって、目の位置が下に見えるので余白が少なく見えます。ただちょっとこれ濃く入れすぎるとクマに見えちゃうのでそこだけ注意です。で涙袋の線には K パレットの Tears Shadow & Liner の01番を使います。これは程よい発色なのですごく涙袋が使いやすくてずっと使ってます。じゃあ目の周りをティッシュオフしていきます。はい、じゃあアイライナーにはヒロインメイクスムースリキッドアイライナースーパーキープの01番漆黒ブラックを使います。じゃあまず目尻に目の境界線上をたどって引いていきます。でまつげの生え際にも塗っていきます。はい、こんな感じで。じゃあビューラーをします。本当はいつもアイラインの前にするんですけど今回は忘れてました。普通にまつげはもう生え際、真ん中、毛先って感じでがっつり上げていきます。そしたらマスカラにはヒロインメイクロングアドカールマスカラの01番漆黒ブラックを使います。これも本当がっつり伸ばすことを意識して塗ります。なのでマスカラが乾く前に何度も何度も重ね塗りをします。乾いてからだとすごくねダマになっちゃうので私はねあんまりしないです。そしたら私はよくマスカラが乾かないうちにまばたきしまくってめっちゃまぶたがマスカラだらけになるので乾かします。そしたらチークにはセザンヌミックスカラーチークの03番オレンジ系の色を塗ります。で今回は結構アイメイクもリップもがっつりなんですけどチークも割と濃いめに入れていって結構今日は化粧を濃く仕上げたいなと思います。笑った時にできるこう頬の膨らみのところに重ねる塗りして、あとはちょっとねこの頬の内側はいつもより低めに塗っていきます。で鼻先も塗って、あと顎にも若干塗ってトーンを一緒にしたいと思います。まあ、ただちょっと境目がね分かると恥ずかしいのでちょっとぼかしたりして、最後に顔の陰影をつけていくのでセザンヌミックスカラーチーク20番のシェーディングをまず影として使います。鼻筋はアイホールからつなげるように塗ります。あとは小鼻もしっかり、あとはこの唇のこのくぼみのところにも塗ります。あとはフェイスラインも軽くやっておきます。顎の下も、あとは頭の生え際も若干、今日は前髪下ろすんですけどね。はい、じゃあ次ハイライトはセザンヌパールグローハイライト01番のシャンパンベージュを使います。指でまず鼻筋の特にここのこのくぼんだところから私は始めるようにしてます。あとは鼻先は丸く、わすごい、ほら急にツヤ感があふれた。もうちょっと境目が分かりすぎちゃうのでぼかして、そした次は涙袋の下のこの目の三角ゾーンと頬骨を一緒にやります。ちょっとチークの上にもトントンして重ねます。このねここがツヤがあるかどうかですごく顔の印象というかツヤ肌っぽく見えるかどうかが変わってくるので肝です。あとは顎の、はい、じゃあメイク完成なので髪の毛をやっていきます。ちょっとこのアホみたいな耳を取って、よいしょ。はい、じゃあまずコテの電源を入れて220度まで温めます。で温めてる間に前髪をカールで巻きつけます。
したらちょっと待つ。そしたらコテ温まったので巻いていきます。ちょっと後ろがね明るくなってきてすごく逆光になっちゃったんで、今ライトつけたんで急に明るくなったんでごめんなさい。はい、そして耳をつけたら、はい、完成です。ということで着替えます。はい、じゃあ着替えてきました。まあ服装はねすごくクラシックな感じに仕上げたので、後で Vlog の時に服装の紹介もするのでぜひ見てください。でカバンはいつも通り黒のカバンを使います。やっぱりねディズニーの時はショルダーが一番使いやすいですね。で中には本当にお財布、あとは必需品ポーチ、エアポッチ、あとは携帯充電器をやっぱり途中で絶対切れるからいつも入れてます。まあそんくらいですね。で今日は母と行くので母のリュックサックにお菓子とかを詰め込んで行きます。あと携帯と、ということで用意はできたので行ってきます。イエー。じゃあ行ってきます。バイバーイ。おいしょ。